カレンベルク、着替えが終わったぞ。どうした？考え込んで。俺の体に何かついていたのか？ついていたと言いますか、左肩にですね。左肩に何かあるのか？大きな火傷の跡がありました。しかも相当前についたものです。これをどこで？火傷の跡？いや、まさか。どうしましたか？不可能でないなら真実になり得る、か。なあ、カレンベルク。レッドグレーブが連れていたのはヘレンの子供じゃないと思うんだ。どうしてですか？そもそもレッドグレーブにとってヘレンの子供は幻影城の後継者に関する奥の手のようなものだ。そいつがレッドグレーブの思い通りに動くとは考えにくい。しかし、誰も後継者の印が何かが分かっていない。だとしたら、レッドグレーブが連れてきたのは偽物で、後継者の印を消そうとしているのかもしれない。なるほど、替え玉ということですね。だとしたら、後継者の印が最後の鍵になりそうですね。ああ、もう一度調査がしたい。マイオッカに行ってくる。いや、アーチボルト。ちょっとこれを見てほしいんだが。俺の左肩にある火傷の跡、あんたなら何か知ってるんじゃないかと思ってね。やはり君だったか。あんたは初めから俺の正体が分かっていたようだな。むしろなぜあんな遠回しなことを知ってるのかと思ったが、記憶がないんだ。ここ数日よりも前の記憶がな。しかし、幻影城の人間が殺された事件を解決したい。何か知っているなら教えてほしい。探偵として、か。悪いか。いや、君は捨て子としてこの孤児院で育ったんだ。だが、年を重ねるにつれて、両親のことを知ろうとしてきてね。死んでしまった両親を調べても君のためにならないと思い、我々は口裏を合わせて隠していたんだ。それでも限界があった。ある時、探偵になって両親を探すと言って、ここを出て行こうとした。もうここには戻ってこないと思い、ヘレンから扱っていたアタッシュケースを渡したんだ。アタッシュケース？ああ。ヘレンが君と一緒に火事場から持ってきたものだ。それを君に渡してほしいというのが遺言だった。なるほど。しかし、鍵がかかっていた。どこにあるかわかるか？そこまでは聞いていないが、銃が一丁火事場から消えていたそうだ。ちょうど君の懐にあるのと同じサイズだったと思う。出してないのにわかるのか？これでも銃には詳しくてね。それはどこで？今回の依頼を受けた時にもらったものだ。だが、引き金がうまく引けないんだ。見せてくれ。解体してみよう。これが原因のようだな。ああ、鍵を俺が持っていたとは。Thank you.